るくると絵が変わる小豚の狐子カードを作ってみましょう。型紙はコメントの URL をクリックしてください。まず型紙の周りを切り取ります。ここではカッターを使っていますが、ハサミで切っても構いません。次にこの線で折り目をつけます。反対側も同じように折ってください。片側だけ折り返したら、折り目をその線に合わせて折ります。折り返した方も、もう一度元のように折って、折り目同士を合わせます。こんな風になります。キツネとタヌキの方も同じように折ります。一枚だけ折り返して、真ん中が分かるようにするのがポイントです。次に切り込みを入れます。これはカッターナイフを使ってください。線がありますので、その線に沿って切り込みを入れてください。この部分と反対側の部分。そして狐の場合は線が切れていますが、こことここに印がありますので、真横に切り込みを入れてください。これで狐とタヌキのパーツが出来上がりました。子豚と猫の方も、こことこことここに切り込みの線があります。同じように仕組みができたら、ここの部分を合わせて、そして8、2つを背中合わせにします。そして、片方のパーツを持ち上げて、中に入れ込むようにして組み合わせます。反対側も同じです。入れ込むようにして組み合わせてください。そしてこの部分をのり付けしていきます。反対側も同じようにのり付けします。しっかり折り目をつけながら2回折ります。そうするとまた開いた部分が出てきますから、ここの部分に糊をつけます。最後にもう1箇所しっかり折り目をつけたら完成です。こぶた、たぬき、きつね、ねこ。何度でも次々に絵が出てきます。子どもたちと一緒に歌いながら遊んでみてください。ブブブ、ポンポコポン、コンコン、ニャオ。ブブブ、ポンポコポン、コンコン、ニャオ。